こんにちは、ソータです。今回なんですけども、まあイラスト系でね、オンライン講座とかで結構知ってる人いると思うんですけども、まあいろんなイラストレーターさんがよく動画で紹介しているコロソさんですね。このコロソさんと今回はですね、ある美術学校が連携して新たなね、まあ講座をリリースするという話を聞きました。なので今回はね、その新しくリリースされる講座についての紹介、宣伝、そして絵師さんたちの中にもね、やっぱりこう進路迷う人っていると思うんですよね。普通に大学に行こうか、イラストの専門学校の方に行こうか、でそのイラストの専門学校の方に行ったら、まあメリットデメリットそれぞれあると思うんですけども、今回その美術学校との連携したオンライン講座をリリースすることによって、そのデメリットをね、うまく解決していけるような動画作りになっているということですので、僕もね、一応大学進学を経験した身なので、大学そして専門学校進学する、まあ、メリットデメリット、僕なりの視点を話しつつ、まあどういうデメリットをね、解消できるのかというものを見ていきたいと思います。まあやっぱりね、学校に行くことのメリットって一番でかいのは人との交流でしょうね。まあ、僕はね、やりたいことがあったんで、あえて友達と関わらなくなってしまった人間なんですけども、まあ、ぶっちゃけ大学4年間で大学の友達と遊びに行ったことはほぼないですね。僕みたいなね、そういう性格からしたら、やっぱりコロサさんみたいなオンライン講座ってめちゃくちゃ助かるんですよね。で、まあ学校に行くことのデメリット、超王道なんですけども、やっぱり学費、値段ですよね。まあ僕に合ってなかったらここですね。場所が縛られる。まあ近年ね、まあオンライン会議とか、ズームとかね、出てきて、まあだいぶマシにはなったんですけど、それでもね、やっぱり完全にその場所に行かないっていうことは学校に入ってる以上はできないことなんで、ただ学校にいるとやっぱりその分野の先生たちのね、細かい授業の内容とかはやっぱりね、オンライン講座では補填しきれないようなところって絶対にあるんですよね。まあ、つまりは専門分野の細かさと言いますかね。さあ、それでは今挙げたデメリットの確認です。まあ、シンプルにまとめるとこうですよね。場所には縛られないけど、オンライン講座ではやっぱり学校のね、専門分野の先生たちの細かい授業の補填はなかなか難しいと。そしてやっぱりね、専門学校ともなると学費とかっていうのも高い方になっちゃうんで、まあ、人によっては値段っていうのもデメリットになってしまうと。ということは、できるだけこのデメリットを解決したのが、今回コロソ様とある美術学校の連携によってリリースされる講座となっているそうです。まず今回コロソさんと協力していただくのは東洋美術学校様です。今回リリースされる講座のコンセプトは、大まかに長期間にわたってね、芸術分野なのでご実績、それから就職率などを作り上げてきた、美術学校の専門性の高いカリキュラムを手頃な価格で見ることができるという、そういうポイントにね、焦点を当てているそうです。東洋美術学校さんは長年ね、イラスト教育に力を入れてるんですけども、いろんな種類の科があるんです。クリエイティブデザイン科、インダストリアルデザイン科とかある中で、まあ、僕のチャンネルのリスナーはね、特にこのイラストレーション科っていうのに関心がある人結構多いんじゃないですかね。で、その中でもさらに2つに分かれていて、コミックイラストコースとイラストレーターコースに分かれていると。で、まあこれは2年生学科ですね。逆に4年生の方のクリエイティブデザイン科っていうのはちょっと興味ありますね。高度グラフィックアート専攻、3D モデラーや 3D アニメーターなど CG 制作、まあ今の VTuber とかにも結構由来してるんですかね。まあ結構ね、飾られている作品も、まあ、僕および僕のリスナーが好きそうな絵柄のやつたくさんありますね。というね、まあこんな感じで様々なね、イラスト教育、それからクリエイティブ教育において長年力を入れてきている学校様であります。そんな東洋美術学校様とコロソ様が今回連携することで、さっき挙げたデメリットのまさに解決、学校の学費は高いけども、そこをお手頃な価格で、場所に縛られず、専門性の高い学校の先生たちの細かいね、内容とかを拝見することができるということですね。そういうね、お互いのデメリットをそれぞれ解決策として打ち消していくようなオンライン講座となっているそうですね。さあ、それではお待たせしました。前置きね、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけども、じゃあ実際にどんな講座の内容を見せてくれるのかと言いますと、大まかな中身はこんな感じになっているそうです。テーマは大きく2つ、人体ドローイングと背景ドローイングですね。それではまず人体ドローイング講座の特徴から、まず顔のアングル、書き分けのための基礎知識の中では、まず顔パーツの基本的な配置について解説しています。アングルについては16パターンのアングルでの違いを解説し、細部については意外にも重要な鍵を握る耳についても取り上げて解説を行っています。また斜め向きのね、顔のアングルの輪郭とかについても、頭骨と顎を側頭線によってパーツ分けして捉えると顔の立体のね、理解が深まるよう、なんていうことも紹介しています。顔の解剖学なんていうものの中では、顔パーツの構造、立体、理解することから学んで、目の付け根といった重なり部分についても詳しく解説してくれたりもしているそうです。体のアングルの描き分け、これ僕も最近絵描いてるんですけど、僕これ一番知りたいですね。まあ中にはね、みんながよく聞く、まあ美しく見えるとされるね、人体の黄金比バランス、発動詞に
についても解説あるそうなんですけども、その後のね、まあ、老人とか中高年とか子供とかいった実際のね年齢によって変わるこう肉体のバランスの寄せる書き方とかも解説してるらしいんで、ものすごいここ気になりますね。またね、動きによって生じる筋肉の変化とかも解説してくれているそうです。配置による構図と視線誘導による構図も取り上げてるそうなんですけども、これも気になりますね。まあ、最近絵描いてるとどこを見せたいのかが分かんなくなってきちゃうんですよね。さあ、まあ人体ドローイング講座の特徴は大まかにこんな感じなんですけども、次背景ドローイング講座の特徴です。こちらね、まず一般的な透視図法の解説だけでなく、望遠標準光学といったレンズの考え方に紐付けて、より広いね画角の範囲を描写できるように理解を深めていくと。またね、これ僕一番知りたいですね。煽りや俯瞰ね、今僕めちゃくちゃ練習してるやつなんですけども、煽りや俯瞰といった部分の解説では、まあ既存のコンテンツでねあまり解説していない聴感なんてのもあるそうですね。聴感についても解説をしているそうです。聴感っていうのはあれですよね、まさしくあの鳥のような視線から、まあ、空中からねこう下を見下ろしたような感じに描いた図ですよね。またね、高低差のある空間の表現については、水平線の解説、アイレベルなどの解説を取り入れて行うなど、で遠近法の解説では、空気遠近、線遠近、それから上下遠近なんていうね、もう僕もこの時点で結構もうわからないですね。もうガチのね専門的な分野に入っていくと思います。まあね、車両や重機といった複雑な形状とか構成のモチーフを描くコツなんかも解説しているそうです。はい、という感じで、まあ人体ドローイング講座、それから背景ドローイング講座、結構ね内容の濃いような講座になっていそうでございます。まあね、やっぱりコロスさんのね他のオンライン講座とか僕何個か見たことがあるんですけども、やっぱりね世界トップクラスで活躍するイラストレーターさんって、この理論のレベルがねもうなんか極限の理解できない異次元レベルまでいってるんで、まあそういう意味ではね、やっぱそのトップの人たちがね普段どういうところまで絵を掘り下げて描いてるのかっていうのを知れるのはねいい機会だと思いますね。さあ、ということで大まかなね講座の中身、特徴を紹介したところで、次はですね、講座の価格、特典、イベントなどの内容について紹介します。まず気になる価格なんですけども、こちら人体背景講座両方とも3万円の初期価格に設定させていただいているそうです。イベントなんですけども、購入者限定で、まあ、抽選を通じてね、講座の講師様からの添削指導をいただけるそうです。またね、購入者限定特典もう1個あります。購入者限定で抽選を通じて冊子にまとめたね講義ノートをご提供していただけるそうです。まあ、こちらに関してはね抽選なので、まあ、確実に選ばれるというわけではないんですけども、まあ、メインはね講座の内容なので、講座の内容を拝見できたプラス、まあ、当たったらラッキーだったなぐらいで楽しみましょう。こちらに関してはただちょっと今未定なので、この先ねどうなるかちょっとまだわからないんですけども、なんとですね、この講座を受講した受講生のみが参加できる様々なオンオフラインイベントですね、まあ、例えばセミナーやコンテストなど、もしかしたらそういうことはあるかもしれないよというところだけでも、この動画を見た方はね心に留めておいてもらえると嬉しいです。はい、というわけでね、今回コロソ様とそれから東洋美術学校様がね連携してリリースするオンライン講座の紹介、シンプルに分かりやすく、紹介してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ僕ね自分でこの動画作ってて、まあ講座ねちょっと拝見させていただいて、まあ僕ねまだ絵を描いてるというレベルでは初心者の方なんですけども、その中でね僕が一番今、まあ、知りたいと思ったのはですね、筋肉の動き、それから骨格、それからやっぱり俯瞰構図ですね。ここの3つをねちょっとこの講座でちょっと早く学びたいなと思いましたね。そしてね、まあ、まとめといってはなんなんですけども、最初にね提示したイラストの学校に通うことのメリット、デメリット、そしてね、まあ、オンライン講座のデメリット、メリット、それぞれねこうデメリットを打ち消したような、ことになると言ったんですけども、まあ、結論から言うとね、これ一つで全てが解決するわけではないので、この動画をね見たから、まあ、専門学校に行かなくてもいいとか、まあ、専門学校があるからオンライン講座は、まあ、見なくても大丈夫とかではなく、まあ、それぞれのデメリットを改善してくれているので、僕だったらこのオンライン講座を先に見て、専門学校の授業を、まあ、ほぼねその内容をオンライン講座で見せてくれているっていうことは、まあ、どんな授業やってるのかなっていう体験としてね知る分には3万円って結構初期投資としてはいい価格なんじゃないかなと思うので、そういう使い方もねぜひしてみてほしいかなと思いますね。なので考え方としてこれめちゃくちゃいい考え方だなって思ったんですけど、まあ、さっきのね学校のデメリットっていうのは場所に縛られることなんで、オンライン講座によって大学授業のね中身を体験することができるということは、わざわざねその学校に行って体験入学をしなくても、その手間とかをね省いて授業の内容を拝見することができるっていう意味では効率めちゃくちゃいいんじゃないですかね。3万円って言ったんですけども、例えばめちゃくちゃ遠くから、まあ、授業の内容を体験してみるっていうのにかかるコストっていうのはね多分ね移動費も含めて3万円以上になってしまう人って
って多いと思うので、あとこの講座のリリース日がね9月24なんですけども、まあ、そこもね体験入学の時期に合わせてくれていて、まあ、ゆっくりね講座の内容を見ながら、まあ、学校の授業がどんなものかを見て考えるね期間時間っていうのはね設けることができると思うので、ここは非常にありがたいですよね。まあ、実際にねその学校の中とか、まあ、雰囲気っていうものはねその場に行かないと体験できないし感じ取ることができないと思うので、まあ、そこは致し方ないんですけども、はい、ということで動画ね長らくご視聴いただきありがとうございました。最後にねこの動画の中身の内容シンプルに全部まとめて終わりたいと思います。もう少しお付き合いください。今回の動画ではオンライン講座で有名なコロソ様とイラスト教育にね力を入れている東洋美術学校様が連携してオンライン講座をリリースするという情報を紹介させていただきました。コンセプトは専門学校のデメリットを解決し、なおかつ専門学校のメリットを取り入れた高いカリキュラムをお手頃な価格で体験することができるというオンライン講座になっております。講座のテーマは大きく分けて2つ、人体ドローイングと背景ドローイング。またねここちょっと言い忘れてしまったので付け足させてください。通常のねオンライン講座のチャプターは20から25個ぐらいなんですけども、今回講座ごとに50チャプター以上の構成になっております。講座価格はどちらも3万円で、販売開始日は9月の24日となっております。まあね学校の授業料とかに関してみれば確かに3万円ってお手頃の価格っては言ったんですけども、個人で出す分にはなかなか迷うところもあると思うので、そこはね皆さんしっかりと考えて自分の財布と相談して決めてみてください。まあこれがね決定打になるっていうことではなくて、あこういうのもあるんだなみたいな感じで、まあ、皆さんのねこれからのイラスト活動、それからね、まあ、進路を決めるためのね、まあ、手助け一つの要素として、今回の動画参考にしてみていただき、なおかつねオンライン講座の方興味がある方見てみていただけると嬉しいです。この動画を見てもしね、コロソさん、それからね東洋美術学校様にちょっとでもね興味を持っていただき、もしねその東洋美術学校様の方に入学などを決めた方はですね、ソータさんの動画を見て、東洋美術学校様を知りましたと、もう得意げに自慢げに話していただける満足いただけましたでしょうか。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。長時間話を聞いていただきありがとうございました。さよなら。